どうも、イノルマです。はい。ですね、イノルマ、新旧院とですね、ジムを、5月1日からですね、オープンしまして、4ヶ月目ですね、突入しまして、いろいろね、コロナの影響とかもあるんですけども、なんとかやっております。あ、ぜひですね、新旧院はですね、すごくこう心の優しい愛情たっぷりな、子がですね、針打ってくれますので、もちろんマッサージとかもあります。オイルマッサージとか、本当にこうちょっと肩痛いなとか体だるいなっていう人はぜひ新旧院に行ってみてください。で、ジムの方も、しっかりと体をこう鍛えたいという方、行ってください。よくね、ミドルマンチャンネルでも出てるミセマストレーナーがやっております。今ですね、なんとね、すんごい髪型になってるんですよ。ぜひね、行ってチェックしてください。パーソナルジムですもんね。そうです、パーソナルジム。だからいろんなことを相談しながら、その自分の求めているところに合わせたトレーニングをさせてくれる。そういうことです。だからこれ中学生も行ってる方多いので、ぜひ行ってみてください。概要欄貼ってるんで、ぜひチェックしてください。ということでですね、今回はですね、最短距離についてやっていきたいなと思います。もうね、はい、また来たミノルマン、最短距離かよと。分かってるで、最短距離ってこうじゃなくて、ミノルマンが言いたい最短距離ってこういう風に、自分が遠心力しっかり効かして、ちゃんとこう自分の中でスイングできたのが最短距離でしょと思われてるそこのあなた、違うんです。違うんですか？違う、間違ってはないんですよね。間違ってはないんですけども、やっぱりね、最短距離の中でもバッティングの正解というか、もう究極はいかにコンパクトに体を使って最大限の力を出せるかなんですよ。これ最強じゃないですか。そうですね。無駄省きまくって、省いて、コンパクトで力強くなったら、やっぱギリギリまでボール呼び込めるし、力強く打てるのは最強なんで、今回本当の最短距離、実はここを使わないと最短距離って違うんだよというのをお伝えしていくんで、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいなと思います。これはですね、全員多分バッティング変わるんで、ぜひやってみてください。神回ですね。はい、ということで、早速ですね、最短距離、皆様が思っている最短距離って、おそらくバットの出し方だと思っている方が多いと思うんですけども、僕が、考える最短距離、いわゆるもう一つの最短距離っていうのは足なんですよ。足が最短距離に動くことによって、バットもその最短距離についてくることが本当の最短距離だと私は思ってるんですよ。で、結構遡ってもらったら、この股関節の使い方で、久松君がハンバーガーって言ったらあると思うんですよ。もうハンバーガーって言ってたやつあると思うんですけども、まさにこのハンバーガーのこのねじる動きですよね。このねじったら股関節ですね、こうあったらこうねじるんですよ、後ろに。後ろにねじったら、これを押し出すんですよ、逆方向に押し出す。この押し出す動きに一緒にバットもその方向に押し出すことができたら、これってめっちゃ連動しますよね、上と下一緒の方向行ってるんで。こういう風に足と手が一緒の動きしてくれたら、もうこれ最高じゃないですか。だって力の伝わる方向ってもう 100% じゃないですかね。で、この何が大事かというと、足の最短距離というのは、このねじったところから逆方向にグンと押し込む。僕の足見ててくださいね、グンと伸びてるんですよ。これがほとんどの選手はこっから膝が前行ったり、膝が先行して股関節が本当はグンと前に来てほしいのに、膝が先行したり股関節が逆方向に押し込まれずに足回っちゃうんですよ、こうやって。ああ、なんかその形がよく見る、見ますよねこれ。はい、僕もそうなってる気しますもんね。そうですよね。これって全く力強さなく足が回っちゃってるんですよ。力強く回すには股
関節ねじったのを逆方向に押し込まれて回るんですよ。これができたら僕いつも言いますよね、このお尻の関節がぐんとしっかりと前を向いてほしい、骨盤を押してください。この動きするにはねじったものを最短で逆方向に押し出す、この動きが一番下半身で最短距離でなおかつ強く出せる動きなんです。これがほとんどの選手がねじったらこういったりこういったり外回り強化してですよね外回りの感情線になってるんですよ。内回りの感情線でいかんと。なるほど。内回りの感情線、内回り強化して触りにくいなこれがめちゃくちゃ大事、はい、ってことは手もその動きに合わせてやらないといけないです。ちょっと振りますね、はい、手も一緒に動かしますね。分かりやすくちょっと肩と肘の間にこうやって置いておきます。ここからねじります、はい、ねじって一緒の方逆方向ね、関節をこっちに押し込む方向に振っていきます。振っていきます。この動き、これが足と手が一番最短で力強く回れる動きです。次 T にて打っていきたいと思います。はい、では実際に打っていこうと思います。まずですね、今の動きで多分気になった方がいると思います。この股関節の進む方向とこのバットが一緒の方向だしってなった時に、ちょっとミノルはバット下から出てないって思った方がいると思います。ここがすごく重要なポイントです。ピーンと来た方1000人に1人ぐらいしちゃいますか。1000人に1人、なんでそういう出し方になるからです。ちょっと言っていきますね、はい、これでまず股関節とバットの動きを一緒にするプレーします。こっからから強いですよね。こっから割強い。で、今バットの動き見てもらったと思うんですけども、この足がいわゆるインサイドアウト、下半身が最短距離でポンって出てるのに対して、バットって上から出していくと、この股関節は逆方向行きたいのに上から出すと。逆方向に進んでいってくれないんですよ、手が。こうなるんですよ。極端にやると、お願いします。ねじってんのに、全然違う動きするじゃないですか。でも、これ一緒の動きしようと思ったら、バットって内側からもちろん出そうと思ったら、ちょっとですね、下からこうやって出ていかないと、この股関節と一緒の動きの連動しないんですよ。だから、イメージで言うと、ねじったらこっちの押し出す方向にバットも押し出していってほしいんですよ。でもこれって全然アッパーに見えないんですよ。自分の中では一緒の方向に押し出していったらすごいなんか下から振ってるように感じるんだけどっていう人めっちゃ多いんですよ。でも全然そんな下からなんて振ってないです。今見てもらって全然振ってないと思うんですよ。いきますね。全然普通ですよね。フォーススイング、普通じゃないですか。なんなら上からこう綺麗に入っていってラインで捉えていってるじゃないですかね。ってことはですよ、バッティングって下半身の動きにしっかりと連動させて出したいのに上から振っちゃダメなんですよ。最短距離が崩れちゃう。ということは、この出し方にバットも一緒の方向を向いて振ってやることが最短距離ですよということを今回お伝えさせていただきました。はい、ということで、下半身に合わせてバットもついてくることが最短距離だよということをお伝えさせていただきました。これはですね、結構難しいです。体の使い方の問題でもあるので、この使い方をこう理解するってなるとやっぱりこう体の使い方のスペシャリストっていっぱいいると思うんですよ。もちろんね、僕も伝える部分は伝えるんですけども、やっぱそういう専門の体の使い方の専門の人って
かなりいてはるじゃないですか。そうね、うん、ってことはもし何か体を鍛えるとかなった時っていうのはその体の専門の人にのところに行くのが僕はベストだと思ってますよ。だって歯痛なったらどこ行きますか。歯医者さん。歯医者ですよね。あ、ちょっと体調悪いなと思ったら病院行くじゃないですか。ね、あ、ちょっと髪の毛切りたいなと思ったら美容室行くじゃないですか。うん、じゃあ体鍛えたいなと思ったらジム行った方がいいですよね。でもそこのジムには教えてくれる人って多分いないと思うんですよ。普通のところそうですよね。ってことは何かこう教えてもらえるところの、場所に行くことがすごく重要なんじゃないかなと思います。めっちゃ自分の宣伝なんだよなんかまあね、大阪に住んでら、大阪関西圏とかに住んでらっしゃる方でね、気軽に来れる方はぜひ来てほしいですよ ね、はい、全然宣伝するつもりなかったんですけども、なんかそういう風になっちゃいました。すみません。下半身の最短距離にバッと合わせる、うん、っていうことは上から振ってしまうと下半身と違う動きをしてしまうので、ね、手も一緒の方向に出そうと思ったらちょっと下から出すイメージがちょうどいいと思う。ぜひですね、皆さん参考に取り組んでほしいなと思います。ということで、本日は以上となります。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さよならご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。オンライン動画指導も行っておりますので、そちらもご登録の方よろしくお願いします。女子軟式野球チームアメージングも活動しておりますので、そちらも応募お待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。